はい、えー、本日は E.C. 業界で働きながらツイッターやブログで発信活動をされている福ちゃんにお越しいただきました。福ちゃん、今日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。うん、それではですね、早速福ちゃんがやられている活動も含めて夢やビジョンをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、えっ、ー、と私は現在えっ、ー、と E.C. の 業界で働いております、えっとうん、EC というのは、いわゆる、えっと、ネットショップの、えっと、運営の、えっと、お仕事なんですけれども、うんはい、今持っているビジョンとしては、EC を通して新しい価値の創出に貢献していきたいと考えております。うん、あはいあ。ありがとうございます。なんか、新しい価値の創出っていいですね。なんかこう、どう,どういう価値を創出していこうと。 いうふううふに考えられてるんでですすかそね私が目指している価値っていうのは、うんうん、ものづくりとサービスの両面で、お客様の期待値を超え続けるっていうことを、うん、えっと目標に、えーはい、活動しておりますあいいですね、ものづくりやサービスに対して、常に期待値を超えていけるようない、ってことですよね。はい、ですね。 あ,ありがとうございます、はい、なんかちなみになんかそのビジョンですね、はい、今はど,そのどういうような風に EC 業界とか見られててで、福ちゃんがそういうものを創出していくことでこうどんな風に変わっていくかとかですね、どういう風にしていきたいみたいなのをもう少しお伺いしてもよろしいですかえっとそうですね今の時代、えー、っと物だったりサービスが <laughs> 世の中に溢れていますよねでそんな範囲の中で物の価値っていうものが何なのか改めて問いただされるようになったと思うんですが何を買うかっていうことではなくって、うん、例えば誰から買うかっていうことが購買体験の価値の一つであるっていうふうに私はえっと考えていて。私から 買ってもらうにはえっと何が必要なんだろうかって考えたときに、うん、えっと自分の生き方と目標に向き合うようになってまあより価値のあるものにしていきたいなと思うようになって今えっとツイッターだったりブログで発信活動をえっと行っていますああなるほどなるほどはいいやそうですよね昔と比べてやっぱモノやサービスの価値が 本当に変わってきたりとか、東洋にやっぱすごくなってるなっていうのはすごく私も感じますし、はい、だからこそ誰から買うのかっていうのがやっぱすごい重要だってことですよね。そうですね。なんか私も福、えー、ちゃんのツイッターやブロを見させていただきましたが、はい、まだこう見られてない方もいるので、こうどんなコンセプトだったりとか、どういう発信を気にして発信されてるかとかもちょっとお伺いしてもよろしいですかはい えっと、基本的には、えっと、EC、えっと、担当されている方に向けて、えっと、ノウハウだったり、情報だったりとか、<laughs> でえっと、私、えっと、個人的な学びを、えっと、共有させていただいたりとか、それと合わせて、えっとまあ、自己啓発的な要素も含めて、うんえっと、発信を続けておりますあ。ありがとうございます。はい なんかあのー、私も結構好きな朝活シリーズですね。結構配信されて、はい、あすごいなってやっぱ思いますし、平日ですね。はい、あとはそのいろんな方のメッセージとかです、ねまあ、交流とか見ながらも、はい、あやっぱすごくこう日々自己研鑽といいますか、なんかすごくこうあの発信に対してもすごく熱心だなって結構感じて、すごくいつも刺激いただいてまいますい。ありがとうございます。んそんんなふくちゃんから買いたいたって 思うようなです、ねえー、ものを通じながら、本当に新しい価値の創出ですよね、ものやサービスの期待値をどんどん超えていく、はい、あそれが本当に福ちゃんがやっていきたいってことなんだなというのは、すごく伝わってきました。はいはい、ありがとうございます続、はい、けての質問なんですけれども、はいえー、そんな新しい価値の創出をです、ね、続きやろうとしたときに、目標計画などがあれば、教えていただいてもよろしいでしょうか。 えとそうですね、まあ、先ほどのお話でもあったんですが、えっと、自分はこういう人間っていうのを認知してもらうために、ツイッターだったりブログで発信活動をえっと続けていくんですが、まあ、その中で、特に EC 業界の方とのつながりを深めさせていただいて、その方が描いているアイデアだったり、えっと、思いっていうのがあれば、 一緒に商品化にしていくっていうお手伝いができればいいなと。将来的にはそんな風に考えております。なるほど。うん、あ、商品化までですね。いや、すごいですね。そうですね。まあ、ざっくりなんですけど、うん、そういう風に。できていけばいいなという風に考えてますね。あ、ありがとうございます。はい、でも、なんか、そういうのができていったら、本当に新しい画質の創出をどん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 やっていくるような感じしますね。 そうです、ね、なんか一人だとやっぱ思いつかないアイデアとかうん、うん、はいいろんな方がねこうると、えっと、いろんなものにブラッシュアップされていって新しいものができていくと思うのでつながりを大事にしながらものづくりができていけばいいなと思っています。うんあ ありがとうございます。つな、はいね、がりを大切にしながら行ってるんだなというのはすごく伝わってきました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続けてですね、えーはい、3つ目の質問なんです。今のところにも重なってくるかもしれませんが、はい、その新しい価値の創出をしていく上でですね、日々大切にされている基本理念や活動指針などがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。えー、っと、そうですね。 えっと、インターネットの通販なので、えー、ショッピングを通して世の中を便利にしていきたいっていうのは大前提であるんですけどもインターネットの販売だからこそ、えー、と目に見えてるものより目に見えないものっていうのを見る力をつけて、うん、えとそれを大事にしていきたいと思っているんですね、うん、で、えー、と目に見えないものでな何だっていう 例を挙げると、まあ、例えば、えっと、私たちの目の前にあるパソコンありますよね、はいはい。これが欲しくて買った人は、このプラスチックとか鉄の塊そのものが欲しいというわけではなくって、うんうん、そのパソコンを使って買い物したりとかメール送ったりとか、うん、そういう体験を得るために買ってますよね。うん、で、えっと、販売するにあたって、まあ、ここの 部分をイメージさせてあげるっていうことがものすごく、えっと、重要になってくるので、そういう想像力を働かせて、えっと、仕事に生、えっと、かすっていうことを常に意識してえ取り組んでいるところですね。なるほど。はい、確かにそうですよね。パソコンもこの鉄の箱だ,だけじゃなくて、プラスチックの箱じゃなくて、こ、はい、れを使ってこう何をしたいのか。 それを使った時のこの体験だったりとか、はい、そういう創造性が働くことでなんかすごく目に見えないものがあ本当にすごく大切なんだなっていうのを今事例聞きながらすごく感じましたありがとうございます何かこう、はいうふうに力鍛えたりとか本を読んでいろんな人の考え方知ったりとか、うん、新しいものに興味を持ったりすることを積極的に えっと日常的に行うようにしております。あなるほど。はい、いやもう福ちゃん自身がそういう,こうセンスであったりとかいろんな価値観に触れることっていうのはやっぱり大切にされてるんですね。そうですね。うん、あ,ありがとうございます。まあそれ本当インターネットだからこそこう目に見えないもの、本当にんかそういうご自身がやっぱその成長したりとか。 価値観が広がることで、やっぱそういうところに向き合ってるんだなというのはすごく感じました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、それではちょっとここから質問の質を変えてですね、はい、はい、この新しい価値の創出ですね、というこのビジョンを持たれるようになったきっかけとか出会いとかがあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、えー、っと、そうですね。 この EC 業界に入る前のお話になるんですけども、はい、はい。えっ、ー、と、もともとアパレルの専門学校を卒業して、<laughs> えっと、接客販売員として、えっ、ー、と、勤務をしていた時期があるんですけども、<laughs> はい。えっ、ー、と、そのアパレル販売員に入社したきっかけっていうのが、私自身、もともと お、えっと、話しするのとかコミュニケーションを取るのがすごく苦手で<ー>を、はい、克服するために、えー、そういう接客業界に思い切って門をたたいたっていうきっかけがあるんだけどもそい思い切りましたね <laughs> はい今考えたらすごい変態ですよね <laughs> 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 もちろん服は好きだったんですけど、はい、まあやっぱりそういう接客スキルっていうのは周りのスタッフに比べたら やっぱりマイナスからのスタートだったと思うので悔しい思いしたりとかいろいろ思うこともあったんですけども、まあ、最終的に得られたものの一つにお客様からいただいた言葉が一つあって、はい、えっとそれが福ちゃんには何でも話せるわって言っていただいたことなんですね。<ー>で人ってほとんどが自分の話を聞いてほしい生き物を ってていいう風に言われてるじゃないですかそこで何でも話したくなる人って言われる人になれたってことはこの販売員としての価値の一つだと思うし何より嬉しかったですしこの接客業という仕事の役割を一つ果たすことができたんじゃないかなと思えたんですね。ねはい、であ話し上手になりたいっていうことに、ね、ばっかりね、うん、フォーカスを当ててたんですけど 接客の能力として話がうまいっていう能力はもちろん大事なんですけど、えー、と聞くことの能力っていうのも大事なんだなっていうふうに身をもって体験した瞬間が、えー、とそこにあったんですね。で、えー、とまあそんなふうにアパレルの販売しながら同時に独学で学んでたウェブデザインが、えー、と仕事でも活かせる機会があって、はい、そこから EC 業界に 興味を持つようになって、で、えっと、現在も、えっと、医師業界の仕事、約10年ぐらいになるんですが、はい、はい。まあ、リアルで接客していた経験っていうのは、今の仕事でも、まあ、プライベートでもあの、生きているなっていうふうに感じています。ああ、なるほど,るほど、はい。ありがとうございます。いや、でも、すごい、こう、 維新業界にいる福ちゃんの発信が当たり前なので、はい、いすごいチャレンジがあってアパレルにまず入られたんだなっていう <laughs> <laughs> でもなんか言われてそのお客さんから何でも喋れるって、はい、いやすごいですよね。うんなんかそれだけこう、はい、こう喋りたくなる雰囲気だったりとか聞き上手であったりとかその人のことを考えて。 なんか聞いてる傾聴能力がやっぱすごくあるんだなっていうのはすごく感じましたしだ、はい、からそのそこからですよねなんかそれをすごく感じたんだとあと EC 業界に独学で学んでたっていうのがあったんですよ、はい、じゃあお仕事しながら自分でも,もともとご興味があったんですかそうですねもともとえっと自分でえっとサイトを作ったりだったりとか<ー>興味ははいあって自分でやってはいたんですけど<ー>販売しながら えとアパレルの洋服の写真撮ったりとかウェブで販売するっていう業務を、えっと、兼任でやってたんですけどね<ー>、はい、そういうふうな流れで、えー、と EC の方に転身したっていう流れですねああなるほどなるほどはい,はいありがとうございますじゃあそのですね、はいえ どういうところにこの EC の魅力であったりとか,、はい、なんかそういうところを感じたのかその辺をもう少しお伺いしてもよろしいですかはい、えー、そうですね一番は自分自身も、えー、とネットで買い物することっていうのは大好きなので、うん、そういう世界に携われるっていうことで、うん、より便利になる世の中に貢献できるっていうのはすごく、うん 自分にとってやりがいを感じます。でネットの通販なので基本的にこのページ上で画像とか画像だったり文字で表現することになるんですが、はい、それを時間かけて、まあ、想像力を膨らませて言語化されたものがこう形となって、うん、デザインになってページができるとこの自分の伝えたいことが よ,るより見る側にイメージしてもらいやすいものとなると思っているんですね。でもこの表現に正解っていうのはないので何度も改善を行っていく必要があるんですが例えばお客様がどういう順序で店内を見てるんだろうとか滞在、うん、時間は1ページ何分見てるんだろうとかこの商品お気に入りに。 入れたのかとか、うん、そういう数字を、えー、と EC ではリアルに見ることができるので、うん、そういう点もすごく魅力だなというふうに感じます。なるほど。はい。<ー>でもう一つあのインターネット上のビジネスだから、うん、その歴史っていうのはすごく二十数年ぐらいの若い業界であることも特徴なので。ああなるほど。 こう技術の進歩とともに新しいサービスが生まれてこう日々変化しているっていうのが、えっと、すごくワクワクしながら仕事ができるっていう点ですごく私は楽しいなっていうふうに感じますね。なるほどなるほど。ほどはい。すごいこうワクワク感が伝わってきますね。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。じゃあちょっと最後の質問に行きたいんですけどもはい。あのー、その、えっと、独学で出会った EC との魅力があったとしても はい、新しい価値を創出する、はい、創出してものづくりやサービスを期待値を超えていきたいってずっと思う方って結構少ないと思うんですよね。はい、なんかこうその中で福ちゃんがその、まあ、アパレルからの,その EC との出会いによって今の,その新しい価値の創出に至るまでにはこう福ちゃんなりの,この背景があって、はい、だからこそ EC 業界との出会いがあったからこそ今の新しい価値の創出ってなってると思うんですけども。はい どんな背景があったのか、えー、とどういう価値観を小さちちい頃から作ってきてたりとか、どういうようなことをあの楽しみだったりとかにしてたその背景があったのか、はい、その辺をもう少しお伺いしてもよろしいですか。えとそうですね小さい時から、まあ、いろんな、まあ、習い事にチャレンジしてさせてもらったっていう経験が、うん あったりとか結構好奇心旺盛なタイプだったと思うのでなるほどいろんなものにはい興味を持つタイプだったと思うんですね。でやっぱりその、ね、アパレルの接客販売に飛び込んだっていうところを、まあ、参考になるかどうかわからないんですけど。えっと まあ興味のあるところに進んでいくと、まあ、必ずその先に何かえっと見えるものがあるっていうのをえっと体感しているので、うんはい、うん、そうですね、そういうワクワク感を待ちながら、そうですね、なんかそういう新しいのに飛び込むときって結構勇気いったりするじゃないですか。 あのー、その怖さとか恐怖よりもなんか超えれるワクワク感の方が結構強かったりするんですね、はい、そうですね強いかもしれないです、ね、<laughs> <laughs> なるほどなんかしこう失敗を怖かったりとかそういうのはあんまりなかったんですか、はい、えー、そうですね、まあ、今、えっと、32になるんですけど、はい、20代の頃は まあなんか本当にがむしゃらにいろいろチャレンジしてっていう、うんはい、経験をしたんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい。そんなやっぱこうチャレンジの精神がやっぱすごくある福ちゃんだからこそ新しい価値の創出っていうそのビジョンにつながるんですね、やっぱり結構。はいあなるほど、ありがとうございます。 いやなんかこの今、あの新しいチャレンジとかです、ね、しにくいこう日本とかってやっぱ言われてますけど、はい、副社みたいな人がやっぱすごいモデルになるなと思いますし、なんかそれこそさっきの EC の魅力をも聞きながら、ですねこれから本当に間違いなくその AI とかがどんどん入ってきて、はい、なんかそういう世界はどんどん伸びていくなと私も思いますので、はい、なんかそんな時にもっとどんどん活躍される方だなというのはすごく感じました。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、えー、それではですね、今日はこちら、インタビューの方を終了させていただきたいと思います。はい、えー、本日はですね、EC 業界で働きながら、Twitter やブログで発信活動をされている福ちゃんにお越しいただきました。福ちゃん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。